はい、非常に、タフな試合になりました。昨日も非常に難しい試合だったんですけど、今日もゲーム中いくつか修正しながら、少しフラストレーションも溜めてたんですが、しっかりつないで、後半オフェンスがシュート少し入り出して、4クォーターに志賀さんのスリーポイントも当たり出して、少し難しかったんですが、しっかり落ち着いてチームで練習できたことを非常に嬉しく思います。以上です。はい、え何ですか。その意味で、はい、こう相手に連続得点を許してしまって、最大10点差は気がつくと思うんですけれども、そこからこう追い上げて、こうして勝ちにつなげられた要因というところは何ですか。まあ、集中力を切らさずに、修正していけたというところですかね。はい、結構お仕事上で後半は3点シュートだったり見つけてしまったところも。そうですね、相手が、ゾーンだったり、あとボックスワン、ディフェンスの戦術を変えてきたときに、タナー選手がワイドオープンになってとか、すごくオープンなシチュエーションになったので、そこでこう困惑せずに打ち切れたっていうのは非常に良かったかなと思います。はい、そうですね、リバウンドが今日ちょっとスイッチを使ったので、スイッチとゾーンが多くなってしまって、そこで、いくつか簡単に取られてしまう部分があったので、そこはどっちを取るかっていう問題だったんですけど、もうちょっとよくしないといけないのは課題として、はい、あるのかなと思います。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。覚えてないんですよね。ただ追いつくとは思っていましたし、そこで慌てないことが大事だったと思うので、その時の、ミス、相手の勢いを切りたかったっていうタイムアウトと、あとオフェンスの指示をしたと思います。はい、とにかくこうミスに引っ張られないように、プレーに集中する、次に集中するっていうことで、ずっとやってました。はい、またチームとしては77なので、けどそっか、アベレージ僕ら74なので少し取れました。ただ今日ターンオーバーは少なかったんですけど、やっぱりまだまだシュートセレクションだったり、ここで攻めようっていうところがあやふやになってしまう時間帯があるので、そこはまだまだ改善が必要だと思いますし、はい、伸びしろと思います。今日は2点の確率も非常に悪かったので、そこはまた次節にというか、もうこうやって勝ちながらチームがいい方向にっていう風にこう毎試合やっていくしかないのかなと思ってます。はい、ありがとうございます。藤本さん、何かありますか。大丈夫ですか。はい、大丈夫ですか。バイウィーク中にいろんな選手といろんなお話しされたと思うんですけども、はい、熊谷選手と何か特にこういう話をしたとか明かせる話があれば教えてください。なければいいです。特にないですないです、はい、彼とは、まあ、チーム選手とは基本毎日何かは全員喋ってるので、特になんかこれといってっていうのは、ありました、すみません、思い出しました。ディフェンスの部分で、
彼が出れなくなるシチュエーションってファールをしてしまうので、そこの部分の話は少ししたのと、やっぱり秋田のメインのポイントガードっていうのは彼だっていうところの話は伝えてます。はい、なるほど。でこの2試合特に彼打つべきところでスリーポイント打つとか、パス、長いパスもあればゲームメイクでいろいろ工夫もしてたと思うんです。この2日間での彼の評価をお願いします。彼がやっぱりいる時間帯っていうのは何ですかね、今日もそうでしたけど、困った時に打ち切ってくれたりプレーメイクしてくれるっていうのは非常にやっぱり秋田にとって大きな存在だと思いますし、今日戦術的に最後スイッチを使ってたのでリバウンドを強調したくて、終盤残りタイムアウト5分ぐらいですかね、出なかったと思うんですけど、そこはリバウンドをちょっと強調したかったのでだったんですけど、ただそこに行く過程では彼がチームをリードしてくれたのも間違いないので素晴らしかったと思います。はい、わかりました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、他にある方いらっしゃいますか。以上で会見を終わります。ありがとうございます。ありがとうございました。